けとは何か、その脳内での実態を探る研究を進めています。自らが本当に面白いと思えるような研究をしてほしいと願っています。小さな分子のレベルから脳のレベル、身体のレベル、さらには社会に対してもアプローチをしなければなりません。私たちの脳はさまざまな作動モードを切り替えて使っています。睡眠覚醒リズムや体温リズム、ホルモンリズムといった、そういった生理リズムが生み出される神経メカニズムや神経回路の同定を目指しています。睡眠と免疫システムの接点の理解を深めていきたいと思っております。大人の脳が持つ神経の再生能力が睡眠中の記憶固定化に必要であることを証明しました。私の夢は眠らなくても大丈夫なマウスを作ることです。さまざまなレベルでのストレスが互いに影響し合うこと、さらには睡眠にも影響を及ぼすことが明らかになりつつあります。 The molecular mechanism by which sleep regulates immune system function are still largely unknown。 ご飯を食べた後、お腹がいっぱいになった時であったり、あとはすごい疲れている時っていうのは、眠くなると、どうしてそういう時に眠くなるのか。And what we would like to understand is how these slow electrical waves are produced. 眠気を効率的にキャンセルできる方法の開発や、我々が毎日眠らないといけない理由の解明につながると考えています。睡眠不足がエネルギー代謝に悪影響を及ぼし、逆にエネルギー代謝の異常が睡眠にも影響する背景には、睡眠とエネルギー代謝の調節機構の重複があるようです。ナルコレプシーやその他の睡眠障害のある患者さんにて、診断のために脳脊髄液中のオレキシンレベルを測定してきました。人の睡眠の機能を促進するための非侵襲的非薬理学的手法の開発を目指しています。睡眠ビッグデータ解析を通じて、質の良い睡眠や健康社会の実現を目指しています。我々はすでに、独創的新薬を2つ世に出しております。皆さんが飲むような薬、特に新薬を開発するために有用な、その活性成分、有効成分を科学的に合成するといった研究を行っています。新しい薬物コンセプトは、睡眠障害やその他関連する疾患の患者さんに希望を与えるものであると考えています。睡眠研究をやってみたい人は絶対トリプルアイセクルべきです。